皆様、本日はア・テイスト・オブ・東京2019にお越しいただきまして誠にありがとうございます。東京シェフズはかねてより麹と発酵に注目してまいりました。その中で花丸木様の液体塩麹に出会い、サポートをいただきながら一昨年前よりまずは東京にて小さな食事会を積み重ねてまいりました。液体塩麹のプロテアーゼ、それによってですね、旨味も作り出すし、もう一つは食肉の食感を柔らかくする。イタリア料理界の最高峰のお一人、エンリコ・チェレアシェフにわざわざイタリアからお越しいただきました。che si rifanno la cucina giapponese stanno moltiplicando in Italia e questo è dovuto anche al fatto che la cucina italiana e la cucina giapponese per la loro grande raffinatezza ma anche per la loro eleganza e per la semplicità e la digeribilità 液体塩麹、日本が誇る発酵食品、本日はエンリコさんがモダンイタリアンと液体塩麹の見事に融合させたお料理をたくさんご提供していますので、ぜひともご賞味ください。 e senza utilizzare altri sali, altri insaporitori, solo con lo shiokoji. Cin cin, allora, campai. Lo shiokoji si presta totalmente anche alla cucina italiana. Lo shiokoji in Italia si comincia molto ad apprezzare e questo credo che sia una bellissima anticipazione per tutti noi. そこにこう shiokoji があることによってまろやかな旨味、優しいっていう味がこう現代的かなと思いました。なんとなくそれが美味しいまでいくんですけど、美味しくさせるっていうような食材ってないと思うんですね。この中で液体塩麹っていうのは美味しくさせる、そしてこれまろやかっていう完璧こう時代的にマッチした調味料かなと思いますね。その塩を振ってないってシェフがおっしゃってたので、そういった意味でのそのマリネという部分では、あ、なるほどなと、新しいのかなという感じです。通常塩麹こう液体があるとこう固形があると思うんですけど、こう液体だとすぐこう、ね、いろんな用途に使えるんじゃないかと思います。変わった食べ方というか、私たちがやってるのと違う感じで、作っていただくのは非常に参考になります。このフィルターを通して使っていただければ、いろんな可能性がすごく広がるんじゃないかなというふうには思います。で、塩麹自体がうまみがたっぷりで非常に美味しいので、使いやすい、すごくいい素材だと思います。いつも塩麹にお世話になってこうやって今日も生きております。ありがとうございます。この液体っていうところが下処理とか魚とか肉でもそうなんですけど、真空機を使うと全体に味が回るっていうことで、ものすごく使い勝手もいいし、旨味と風味もアップするような、体にいい調味料ということで、人間の体にいいということは食材にも必ず絶対いいっていう意味では、食材のコスメという感覚で使わさせていただいてます。 This combination it's a great idea for us to use for example our events and VIP loungeBanquet and Japanese restaurant.全世界でね使われるような、本当に調味料だと思いますんで、これからもね私もねいろいろ愛用していきたいと思ってます。イタリア料理のこの最先端のものがどうこう塩麹とこうコラボレーションしてやっていくのか、とても楽しみにしてて、とても一つ一つ興味深いものを。塩麹 has the factor to make meat more tender, as the chef was saying, so I think it has a really good use. So I'm looking forward to see how it works and to use it in the restaurant.